指導者。チワン族。厚生省南寧府横州出身。1850年より高層運動に参加し、指導者となる。1853年より、横州、栄厚氏、霊山などを攻撃したが、占領できなかった。1856年、陳海が、人州に大政国を建てると、李文才も参加して、帝国公に封ぜられた。 1857年、李文斎は、定北を、両将率いる、清清軍に加わり、横州、栄厚氏を占領し、さらに南令も攻略した。しかし1858年、新軍は南令を奪回し、両将は、平成奥順と内紛を起こした末に、関東省で捕らえられた。李文斎は、横州を守っていたが、1859年に、 陥落した。1860年、太平天国を離脱した石立海軍が、厚生省に到着すると、李文祭はこれに加わり、親天つばめに任じられた。1862年より、李文祭は石立海の支え助け福優に従って、紀州省から四川省に入ろうとしたが、1863年に李福優が捕らえられたため、 李文才は与党を率いてヨ岡率いる、病民軍、羅コ明率いる、時京都軍と連合することになった。1865年、ハン・アキラ・率いる、病民軍と何徳勝率いる、記郷軍と連合して、器用に迫った。1869年に、柳天聖率いる、病民軍と連合して、羊安で新軍に大将を収め、勢いに乗って、と、を占領した。 しかし1870年に、と、失ったため、長州眉率いる、病民軍の保護下に入った。しかし1872年、上派の戦いで、長州眉が、新軍に敗れて捕らえられると、李文才の軍勢も壊滅し、22年にわたる、李文才の戦いも終わった。ありがとうございます。